伊万里市街と腰岳腰岳より、伊万里市街を望む腰岳は、北松浦半島、佐賀県伊万里市の南部にある標高487.7メートルの山。黒上山系の北西に位置し、南に腰の峠を挟んで同じ黒上の牧の山、西に有田川に沿う、緩やかな谷、東に伊万里川、北に伊万里湾沿いの低地が広がる。山頂の眺めはよく、 北東に伊万里市街、北西に細長く伸びる伊万里湾、西に国見山などを望む。北の伊万里湾側から望む腰だけは円水型を成している。北側中腹の標高300メートル付近には、寒斜面に50ヘクタールほどの草原があり、俗に洗浄時期と呼ばれる。上部は流門岩に覆われ、その底部は、 流門岩質マグマが急霊により変質した黒曜石であり、山腹に露出している。地元ではかつてこの石をカラスン枕と呼んだ。黒曜石の破片は道路や田畑にも散在し、最六の古チ地区では、怪我を防ぐため濃厚の際には厚い履物をつけ、牛馬にもわらじを履かせたという。また山頂部の流門岩の岩肌は、空模様により見え方が変わり、 白く見えるときはお天気が続き、灰色になると雨になると伝わる。山緑部では、水理の良いところ棚田が開かれ、みかん栽培の果樹園も点在、その他竹林などが広がっているが、休耕地が増えつつある。標高、約200メートル以上は、紅葉樹と新葉樹の混合林。腰岳の地質構造は、以下の通り。基盤に、岸島総群の畑茶岩層。 山体西部ではその上に、畑つページ岩層がある。その基盤の上、標高350メートル付近から上に、厚さ数十メートルの生岳玄武岩類があり、標高400から420メートル付近から上に、厚さ60から70メートルの有田流門岩類があって山頂まで覆われている。生岳玄武岩類は、約1000万年から700万年前に噴出。 有田流門岩類は、約280から230万年前に、溶岩流として噴出したと考えられる。両層の接する付近は、岩かす状の玄武岩の上に薄い赤色業海岩の層を挟み、無反症で、黒曜石室の流門岩が覆う。黒曜石室を呈するのは、有田流門岩のうち底部10メートルほど。特にその底部8メートルほどからは、 石器材料に適した無繁焼の黒曜石を産出する。腰けの有田流門岩類は、鱗形石や黒雲母の夕食部分とアルカリ長石や秋子の無色部分の根高による縞模様の流理がよく発達している。聖岳玄武岩類は、山腹に普通奇跡観覧石玄武岩として見ることができる。山陽が円錐形のため清掃火山と、 勘違いされる場合もあるが誤りで、火山岩を含む地層が、差別侵食により残された地形の高まりと考えられる。その産業から、松浦富士あるいは、伊万里富士とも言う。古くは、古志山岳、志士だけとも書いた。戦場時期の近くには、日蓮州の大木塔がある。また山頂東側には、微材店が祀られており、信仰の名残を示している。 伊万里市二里町福物高原寺は、もともと、腰岳西六の古語集落に所在したと伝えられ、寺跡の近くには、寺屋敷、中米屋敷と呼ばれる場所が残る。古く、東山台町川内屋にあり松浦島と縁の、深かった宗除寺,寺が1592年、豊臣秀吉の命で焼き討ちにあったため、1624年、有田丹後主姓を回帰として古語の地で、 腰け掃除時として再建したもので、二大住職の第二大里単価に移転したが1795年火災に、愛、さらに、福野の現在地に移転したという。1880年春には、有田、伊万里の古作農民が腰けの洗浄時期に結集し旗や槍をかざして県に条件改善を求める古作葬儀が発生した。農民は、原野で炊き出しを行いながら、 しばらくの間決起を続けたが、警官の起点により、市外の円通寺付近まで誘導され、多くが逮捕され、その後一部は裁判に移行するなどしたが、騒動は人生化していった。腰岳山の黒曜石山麓や周辺地域には、旧石器時代、縄文時代の遺跡が多く見つかっている。当時、腰岳は黒曜石の九州最大の産地で、 星岳山黒曜石でできた石人などの遺物はこれら、周辺遺跡のみならず、九州全域、また、沖縄本島や朝鮮半島の遺跡でも発見されており、遠くまで運搬され利用されていた。北側の定地には、平沢両遺跡、北陸の標高約100メートル付近には、鈴岡遺跡があり、共に1960年代に発掘調査が行われた。 国陸には他にもいくつかの遺跡があり、旧石器時代後期から縄文時代晩期にかけての黒曜石の石人や石人格が大量に出土している。後、開発に伴い標高200から300メートル付近でも正規原遺跡などが発見され、2014年の調査では標高400メートル以上の山頂部でも複数の遺跡が発見されるに至っている。黒曜石は 標高400メートル付近の地層のみならず、崩落や浸食に伴って、山毒の外水堆積物や河原の転石となって分布し、広い範囲で採集できる。特に山の北から北西の斜面では、途中に人の頭から拳ほどの大きな塊で見つかる例も、ある。また、旧石器時代の解体機には、下流域のイマリ湾にも黒曜石が堆積し、 当時の人々の最終地となっていたのではないかと言われている。なお、腰だけの河川下流域ではない北松浦半島や佐世保市、大村湾北岸付近でも、海西団球中の歴層や海岸のつぶての中に腰だけ系の黒曜石が混じる例があり、現在と異なる地形であった更新予ろに運搬されたと考えられる。また、 小規模ながら、有田流門岩類が分布する伊万里市南部から、有田城及び、竹尾市西部にかけての地域でも黒曜石を産出する。北側中腹には、現立首都会計修道院のトラピスチネ修道院が所在する。同じく中原には桜並木があり、伊万里市内の桜の名所となっている。北陸の大地上には、ホテルのホレストイン伊万里がある。 これは1983年に佐賀厚生年金休暇センターとして開業したもので厚生年金福祉施設の見直しに伴い売却され2009年に再オープンした。再六、古後地区の寺跡には古後の滝藤と呼ばれる藤の古木がある。300年ほど前に地元の庄屋が植えたとされる。長く松の木に持たれていたが松が倒れてしまったため。 地元の有志が8メートル10メートルの藤棚を縦保存に努めたという。幹回り約1メートル、樹高約25メートル。例年4月下旬から5月上旬に見頃となる。ありがとうございます。